入学前は LINE のリストも取れてなかったので一人も募集が入ってこなかったっていうところだったんですけれども、うん、入学後募集人数すべて満席になって4ヶ月で9万9000の商品を7人、19万8000の商品を1名、累計89万1000円販売ができました。皆さんこんにちは。こんにちは。今回は受講生さんでダイエットコーチをされているかすみさんが入学4ヶ月間で89万1000円の売り上げを上げられた秘訣についてね、対談でお届けをしていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、現在のかすみさんのご活動内容、業種教えていただけますでしょうか。私は潜在意識と食事術で3000円のボディラインを取り戻すダイエットコーチとして活動をしております。よろしくお願いします。はい、潜在意識をね、組み合わせたダイエットっていうところがね、コンセプトも斬新な形で発信をされていらっしゃるわけですけども、今回ご入学のまず決めてきっかけってとこまで聞いていきたいと思うんですが、私はもともとインスタグラムから集客をして LINE にリストを集めて個別で販売するっていうのをやってたんですけど、今までやり方はね、学んできたんですけど、そのやり方がうまくいかなくなってしまって限界っていうのを感じていて、でもインスタグラムを学んだらいいのか LINE を学んだらいいのか個別のセールスを学んだらいいのかっていう、そこからもうつまずいてしまっていた、悩んでしまっていたんですけど、北野さんの発信を見させていただいたら全部がつながってわかるっていうところがすごい決め手となって入学させていただきました。集客教育販売っていうのが点と点でなかなかつながらないっていう状態をつなげていきたいっていうところで、それをオールインワンで学べるっていうところで、うちの学会にご入学をいただけたというところだと思いますが、次に入学前と後の変化っていうところもね、お伺いしていきたいんですが、入学前はどういった状況だったんでしょうか。入学前はインスタ集客っていうの一本でやってたので、投稿っていうのをやってたんですけど、全然思うような反応がなくって、もちろんフォロワーも増えなくて、増えないのでモチベーションも下がっちゃって、とりあえず週5では投稿しようって決めて、適当にその日思い浮かんだことを編集して出すみたいな感じでいたので、まずインスタグラムが全然伸びなかったっていうのもそうですし、なると LINE のリストっていうのも全然伸びなくて、時々ポンと入ってきても全然ご制約いただけないみたいなところで、売り上げがすごい下がってしまったっていうのが入学前の状況です。その後、入学後の変化ってところも聞いていきたいと思うんですけども、フォロワー数、再生数とか、あと売上ベースでどういった変化がありましたでしょうか。入学後、まず本当に私が悩んでいたインスタのところも講義としてすごく丁寧にあって、インスタに関しても意図してインスタ投稿ができるようになったりとか、ストーリーズとか私の場合はプライベート投稿みたいな感じになっちゃってたんですけど、そこもね、意図して投稿ができるようになって、リサーチっていうところも私今まで全くやったことがなかったんですけど、そこをやり方教えていただいて、リサーチアカウントみたいなのを作って、リサーチっていうのを頑張ったところ、過去最高の27万回再生リールが回りまして、そこからその1本で500人ぐらい、1ヶ月ぐらいでフォロワーがバババッと増えて、 LINE のリストも今まで月10人増えてたらいいところだったのに、50人とかバッと入ってきて、募集したら募集も集まってみたいなところで売り上げも上がっていったっていう形です。素晴らしいですね。入学後の具体的な売り上げの変化としてはどのような感じでしょうか。今まで LINE のリストも取れてなかったので、一斉募集っていうのを行っても一人も募集が入ってこなかったっていうところだったんですけれども、ここも募集かけたら募集人数すべて満席になって、4ヶ月で9万9000の商品を7人販売できました。19万8000の商品を1名ご契約をいただけて、累計89万1000円というところで販売ができました。素晴らしいですね。ダイエット系の事業ってもちろん市場規模も大きいんですけども、ライバルも多いという中で、しっかり高単価商品を販売つなげていった、具体的な理由、具体的な施策だったりとかね、ポイントっていうところをこの後具体的に聞いていきたいと思うんですが、ではですね、ここから先具体的なインスタグラムでですね、かすみさんが意識しているポイントとかについてお伺いしていきたいんですが、今こちらに出てるのがかすみさんのインスタグラムになりまして、フォロワー数1876人ということで、現在はね、ネイビー色でですね、投稿統一されてアップされていて、ほとんど今リールメインでやれてるという感じですよね。そうです。しかも先ほど申し上げていた通り、リールでもね、27万再生をね、叩き出したということで、アベレージでもだいたい1500から3000再生ぐらいをキープできているので、4桁台をね、このフォロワー数でリールキープできてたらかなり良い方かなと。ベースの再生回数も安定していて、かつこういう 1.7 万再生だったりとかですね、あとはこちらに 3.5 万再生のね、リールがあったりとか、あとはこちらがですね、先ほどかすみさんおっしゃられていた 27.3 万再生のですね、リールということで、いいね数が508件ということで、この1本のリールだけで大体500人ぐらい増えたっていう感じですよね。まずね、インスタグラムで押さえるべきポイントいろいろあると思うんですけど、リールでかすみさんがどういう風なポイントを意識してね、作っているのかとか教えていただけますでしょうか。さっきもね、お伝えした通り、今までは思いつきでリールを作ったりとか投稿っていうのをやってたんですけど、徹底的に伸びている投稿っていうのをリサーチをして、ただ真似するだけじゃなくって、自分らしさを加えたりとか、よりいいものにしようっていうところでリサーチはしつつ、よりいいリールを出そうと作って出しました。ありがとうございます。意外
わゆる自分が上げたいリールというよりもリサーチをすることで実際にターゲットのお客さんやフォロワーさんが求めているような内容をしっかりと的確にアップすることができるようになった結果、再生回数が安定してきたっていうねとこだと思うので、よく自分がみんな上げたいリールっていうのがお客さん求めている情報と必ずしも一致するわけではないので、フォロワーさん目線に立ってアップすることができているからこそね、再生回数がこれだけ伸びるようになったのかなと思いますが、基本的にはこういうテロップ系のリールとかが普段は多い感じでしょうか？そうですね、そこも講座で教えていただいた通り、今まで伸びる投稿とか意識したことなかったんですけど、テロップとトークリールの割合とかも具体的に教えていただけたので、そこも意識しつつ、これは伸ばす投稿とかこれはファン化の投稿っていうのを私なりに考えて頻度も変えつつ投稿してるっていう感じです。いわゆる目的に合わせてね、トークリールにするのかテロップリールにするのかとか、どういう風な内容のリールにするのかっていうのを決めていくっていうね、目的ベースで考えられていらっしゃるということで、あとはその他インスタグラムで意識されているポイントとかございますでしょうか？これも講座で教えていただいたんですけど、リサーチっていうところもインスタ内でリサーチするんじゃなくて、 TikTok でバズってる動画をリサーチしたりとか、あと YouTube とかも私あまり以前は見なかったんですけど、 YouTube でバズってる動画を持ってきて自分でインスタで発信するっていうのをやったら、結構インスタでも反応が得られるなっていうところに気がついたので、リサーチの幅がすごい広がったっていうところもあります。特に TikTok とか YouTube っていうのは動画のコンテンツだけで勝負してる方ばかりなので、コンテンツのクオリティが高いので、インスタグラムにはいないようなハイレベルな人たちの動画をモデリングすることができたりするっていう意味ではね、非常に効果的かなと思いますし、あとはストーリーズとかもね結構上げてらっしゃると思うんですが、ストーリーズとかで意識されているポイントとかって何かございますか？ストーリーズも以前はプライベートの投稿ばかりだったんですけれども、講座に入らせてもらってからストーリーズからの LINE 登録の誘導だったりとか、プレゼントも1週間に1回ぐらい新しいプレゼントっていうのを用意して、そこからストーリーズでこういうプレゼントを用意しましたっていうことで LINE にリストを集めてっていうので、うまく活用できたかなっていうふうに思ってます。プレゼント企画とかもね定期的にやっていきつつ、普段はダイエット系のね、そういった教育系の発信とか価値観とかですね、そういうところも発信されていらっしゃるというところで、インスタライブに関してはいかがでしょうか？インスタライブも自己流で一応今までも週1っていうところでやってはいたんですけれども、1,200-1,300のフォロワーで1回やったとしても、同時接続が 2,3 人っていう状況が続いてたんですけれども、講座で学ばせていただいて、ライブの告知方法だったりとか、ライブの話し方の話す内容とかもきちんとテンプレ教えていただいた通りやったところ、同時接続数も10人を超えることが増えてまして、そこからライブを見た感想だったりとか、ライブ中のコメントとかも以前よりいただけるようになって、時間も今まで30分するのが精一杯だったんですけど、今気づいたら45分とか喋っちゃってるみたいな感じで、結構盛り上がるようになって喋りやすくなったっていうところもあります。素晴らしいですね。インスタライブは告知の仕方次第で同時接続数がかなり変わってきたりとか、どういう内容どういう構成で話していくのかっていうのがね、結構初期の段階重要になってきますので、そこをしっかりと押さえていただいたことで、実際に今回ね個別相談からの商品ご制約ということですけど、個別相談とかもライブから集められたりしてますか？そうですね、個別相談の時に皆さんライブ見てくださいましたかって聞かせていただいてるんですけど、ほとんど 100% 皆さんインスタライブ見ていただいてまして、結構個別に来てくださる方っていうのはライブに来てくださる数もすごい多い方ばっかりだったので、やっぱライブの中で教育だったり信頼構築っていうのがうまくできたのかなっていうふうに思ってます。これはね、動画視聴者の方もね覚えておいていただきたいんですけど、同時接続が5名だったとしても10名だったとしても、あなたの商品を購入してくださる方その中にいる可能性が極めて高いっていうことで、商品買う人は基本的にライブ見てますっていうね、もしくはリアルタイムで見れなかったとしてもアーカイブで見てたりするっていう場合が結構ありますので、そういう意味でもね、しっかりとライブをやることでお客様との接触回数であったりとか、ライブだからこそ語れるような自分自身の人柄だったりとか、そういうところを知ってもらうことでよりファンになっていただくための一つの手段としてね、このライブっていうのは継続をしていくということが非常にね重要かなと思いますが、今回なんかライブで意識されていることとかございますでしょうか？ライブ配信の時にパソコンで、私のメインのアカウントではなくて違うサブの使ってないアカウントから自分の今のメインのダイエットコーチのアカウントに入って、そうすると見に来てくださった方のインスタの ID っていうのが残るので、それをコピーさせてもらって、一件一件見に来てくださった方にありがとうございましたっていう DM を手作業で送ったっていうところも、結構そこからすごいライブ良かったですとか、いつも見てますとか、ちょっとお悩み相談会気になってますみたいなメッセージをいただくようになったので、そこも信頼関係の構築っていうところですごい地味な作業で、時間もかかるはかかるんですけど、そこもすごい良かったかなと思ってます。これね、動画見てくださってる皆さんもね、ぜひこれポイントなんですけども、 DM 周りって結構重要で、ライブの前とか後ですね、特にね、 DM で2回ぐらいやり取りしてる人と1回も DM やり取りしたことない人、どっちの方がライブ見るかっていうと、 DM で1回か2回やり取りしたことある人の方がこの人どんな人なんだろうとか、 DM のやり取りの回数がある程度あると、例えばかすみさんがライブをやりましたってなった時に、僕の画面上にかすみさんのライブ中っていう表記がストーリーズの左側に出やすくなるっていうね、そういうこともあったりしますので、
ので、 DM 送りすぎは注意なんですけど、この DM 周りっていうのは結構重要になってきますので、ただ注意してほしいのは LINE 登録してねとか、そういう営業とか勧誘目的の DM はすごい嫌われちゃうので、あくまでコミュニケーションを取るような DM、 これをしていくっていうところがインスタをね制していくためで結構重要なポイントになってくるかなと思いますね。では次ですね、 LINE の配信とかでなんか意識してるポイントがあれば教えていただけますでしょうか。 LINE の配信もお恥ずかしい話なんですけど、本当に全てを思いつきでやってしまっていて、今日この内容を伝えたいな、ちょっと LINE 配信しようとかね、そういう感じでやってたんですけど、そこも SNS 学科の方できちんと教えていただいて、まず回数に関しては週1ぐらいで送れればいいかなって思ってたんですけど、週1だとちょっと接触回数が少ないということだったので、週2以上っていうところを目標に、だいたい週3ぐらいで配信できてるかなっていうところと、あと LINE の配信に関しては教育していく配信が大事ですよっていうことを教えていただいたので、今まで結構価値提供、ダイエットだったらダイエットのノウハウっていうところを結構発信してしまっていたんですけど、そこはインスタライブとかでお話しするっていうので分けて、 LINE の配信に関しては教育っていうところに重きを置いて、ブログを書いたりっていうところを今意識してやっています。いわゆる LINE の配信では動画を見る人はやっぱ動画ばかり見るし、文字媒体が好きな人もいるので、ブログと動画、音声と動画みたいな形でバランスよくね各分野を教育していくっていうところで、ブログはね教育媒体としては未だにかなり効果があるやり方ですので、今ブログにもねチャレンジされていらっしゃるということで、今日は最後ですね、セールスとか個別相談のところで意識されているポイントとかあれば教えていただけますでしょうか。個別相談に関して私も結構衝撃的だったんですけど、2回に分ける方がいいっていうのを個別相談ですね、いただいて、今までも3年ほどダイエットコーチとして活動していて個別相談もやってきてるんですけど、2回に分けたことがなくて、むしろ2回に分けることで2回目を申し込んでもらえなかったらどうしようみたいな不安があって、1回でまるっとやってしまってたんですけど、今回2月の末から2回に分けるっていうのでやってみたところ、私も2回に分けることで頭の中の整理ができて、これとこれとこれをきちんとこのタイミングで言おうっていうのができて、的確に伝えたいことを伝えられるようになったっていうところももちろんありますし、教えていただいた通り2回に分けた方がお客様も心を開いていろいろ話してくださってる感覚っていうのがすごくあったので、2回に分けるっていうのを意識して個別相談セールスっていうのをやりました。ありがとうございます。これうちの学科でもね個別相談ローンチって言って、1回目ではねあえてセールスをせずにヒアリングをさせていただくことで、このお客様に対して商品を提案するかどうかっていうスクリーニングっていう意味でもね、1回目では商品は提案せずに、それも細かい段取りというか、どこで何を喋るかっていう台本が全部あるんですけども、本当に興味のあるお客様とかは2回目に繋いでいくっていう形で、1回目だけだとなかなか最初売られるんじゃないかって不安に思われるお客様もいらっしゃいますし、あとは接触回数が足りてない分、1回でクロージングして売れなかったけども2回に分けたら契約したってお客様の中にはねいらっしゃったりするっていうことがあるので、そこの接触回数を最大化していくっていうところをね最大限考慮していくと、やっぱ個別相談をね2回に分けていくっていう、そういうやり方をね弊社おすすめをさせていただいてたりとかしますね。その他セールスに関して意識されてるポイントとかございますでしょうか。今までは提案書っていうのを使ってセールスを行ってたんですけれども、提案書に関しても SNS 学科で教えていただいて、私他社比較っていうのをしてなかったなっていうことに気がついて、他のところを下に見るなんて恐れ多いみたいなところでやってなかったんですけれども、そこをね事実ベースで入れさせていただいたところ、すごい安いですねとかお得ですねって言っていただけることがすごく増えたので、他社比較っていうのを提案書の中できちんとやっていったっていうところも一つあります。他社比較って結構重要で、実際うちの受講生さん必要であれば営業のプレゼン資料のね添削とかも講座期間内無制限で僕見させていただいてるんですけども、やはりスライドってどこにどういう情報を入れるかによってその後のお客様の反応だったり制約率が結構変わってしまうので、プレゼン資料作ってない方はねこれちゃんとしたところでちゃんと作ってプロに添削してもらうっていうところがね一番いいかなと思いますが、そのあたりを意識してスライドを作られていらっしゃるっていうところですね。あとはその他講座運営だったり商品設計で意識しているポイントとかがあれば教えていただけますでしょうか。これもお恥ずかしい話なんですけど、個別相談にさえ来てくれたら高額商品は売れるっていう風になぜか思ってしまっていて、事実売れてなかったわけなんですけど、今回 SNS 学科の方でファン化だったり信頼構築っていうところの重要性っていうのをすごく感じまして、そこを意識してライブ配信だったり日々の配信っていうのを行ったところ、すんなりと高額商品っていうのを買っていただくことができるようになったので、ファン化に持っていくっていうところを今回すごく意識しました。素晴らしいですね。事前にかすみさんのファンになってくださった状態で個別相談に来ていただければ、例えばいやちょっと今お金がなくてとか商品を購入しない言い訳っていうのがあまり出てこなくなってくるっていう感じですかね。最初からある程度買う気でいましたっていう状態で個別相談に来ていただける流れができているっていうんですよね、はい、そうですね、本当におっしゃる通りで、あと何だけが知りたいっていう段階で来てくださる方っていうのがすごく増えたなっていう印象です。実際今回もですね、今まで9万9000円で商品を販売されていて
たところから、さらにね19万8000円っていう、かすみさんの中で今までで言うと過去最高単価のね商品を設計されて、それを販売して、実際にそれがご契約につながったのも事前のファン化ができていたからっていうところが一番かなというところですが、では次にですね、改めてご入学して良かったことなどあれば教えていただけますでしょうか。私自身ずっと2年ほど SNS で集客っていうのを行ってたんですけれども、結構独学の部分が大きかったりとか、他の売り上げが立ってる人の見よう見まねでやってた部分があったんですけど、 SNS 学科の方でもインスタグラムから LINE のところまで手厚く SNS のことを教えていただいて、 SNS で集客するっていうところの本質っていうのを学ぶことができたので、自分の発言の一つ一つっていうのに自信が持てるようになったなっていうところと、自分の思いっていうのを今まではだと思うとかで結構濁して言ってしまってた部分があったんですけれども、そこもそうですって言い切れるようになったので、自分が届けたいお客様にピンポイントで届けられるようになったなっていうのをすごく感じていて、なので受講生さんも以前に比べて質のいい方が増えたなっていうところで、私ダイエットコーチなんですけど、以前より痩せてくださる方がすごく増えたので、そこもね繁華っていうところとつながってくるのかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。では最後なんですけども、この動画を見てくださってる方でこれから SNS 始めていきたいなであったりとか、あとは弊社の実践 SNS 集客学科に興味あるけども一歩踏み出してけどもちょっと不安ですって方もね中にいらっしゃるかもしれないんですが、そういった方に向けて何か最後一言かすみさんからもメッセージがあればですねいただけますでしょうか。過去の私もずっと北野さんのことは気になってたんですけど、どうしようかな、入ろうかな、でも高いだろうしなみたいな感じで4ヶ月ぐらい結構見ながら迷ってたんですけど、やっぱり悩んでる4ヶ月間っていうのも本当にこれで合ってるのかなとか、これでいいのかなってずっと悩んで、ちょっとだけ変えてみた、でも反応あんま変わんないしみたいな感じでずっとあっちかなこっちかなって悩んでたんですけど、思い切って入学したことでこれで合ってるんだっていう風に自信っていうのも持てましたし、悩む時間ってすごくもったいないので、その時間を商品の構築だったりとか SNS の発信っていうのに当てることができたので、お客様もすごい増えましたし、受講生さんへのサポートっていうのもすごい手厚くできるようになったので、本当不安になると思うんですけど、一歩踏み出して SNS の本質っていうのを学んでいただけると結果を出す圧倒的な近道になるかなっていう風に思ってます。なのでそれが全て自分のお客様の悩みを解決するのにつながるかなと思うので、私のダイエットコーチってぶっちゃけ言うと SNS 集客とかは全く関係ないジャンルではあるんですけれども、そこを悩むことでお客様のためにもなったのかなっていう風に思ったので、 SNS を活用しない手はないなっていう風に思ってるので、ぜひ一歩踏み出してください。ありがとうございます。実際にかすみさん自身の実体験からものすごい、ね、説得力がありますし、時間短縮っていうところがねプロに見てもらえるっていうところで言うと一番の価値かなと思いますので、では最後ですね、今日いろいろかすみさんとねお話をさせていただいた中で、最後概要欄の方にもねかすみさんのインスタグラムと LINE 公式アカウントリンクを貼っております。こちらもぜひね皆さん勉強になると思うのでチェックしてみていただきたいんですが、特にねかすみさんの LINE 公式アカウントもね配信も勉強になると思うので登録しておいてほしいんですが、かすみさんの LINE 登録いただくと今だけプレゼントがもらえるということで、簡単にこちらのプレゼントのご説明もお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。今私潜在意識と食事術を活用してストレス太りを解消するダイエットコーチっていうのをやってるんですけれども、私自身も今3人子供がいて、子供を産んだ時にすごい育児のストレスで過食っていうのが止まらなくなってしまって、摂食障害になってしまって激太りしてしまったわけなんですけれども、 LINE 登録していただけると自力でねストレス過食っていうのを改善して痩せるための方法の7つのルールっていうのを今限定で配信しておりますので、ぜひご覧ください。ぜひ皆さんチェックしてみていただけたらと思います。はい、ということでね、かすみさん本日はお時間いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめたこちらに出てる豪華11大特典っていうのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。一つ目、毎月2000万売れる SNS× ライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。二つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワーを増やすインスタ
インサイト分析完全攻略講義動画、10個目インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート、そして11個目 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー、通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット、これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらはね11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですねそのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れて、ぜひ皆さんの売上アップそして集客を加速させるためのヒントとしてねご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではねこれからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。